双術の稽古は技術的なスキルの習得だけでなく体と心の調和を目指す精神的な修練も含まれます双術の訓練には以下のような要素が含まれます基本姿勢と扱い基本姿勢構えの練習正しい姿勢から全てが始まります安定した構えは効果的な技の実行に不可欠です槍の扱い槍を正しく持つ方法 槍のバランスを感じ取る訓練が行われます槍の先端となる穂先をコントロールする能力は操術の基本です。基本技術突き、操術の基本であり最も重要な技術です。正確な突きを繰り出すための練習が重視されます。から払い、相手の槍を払いのける技術。これには、相手の攻撃をかわしながらカウンターを設ける戦術が含まれます。切り 槍の穂先で相手を切る動作双術においては特定の流派で独自の切り技が練習されます形形の練習双術の技術や戦術を体系的に学ぶための形が存在します形は実践を想定した動作のパターンで一連の攻防を含みます精神収容集中力の養成双術の稽古は 高い集中力を要求します一つ一つの動作に意識を集中させることで心を落ち着かせ精神的な安定を図ります呼吸法効果的な技の実行には適切な呼吸が必要です呼吸をコントロールすることで心身の調和を促進します応用技術と対人稽古応用技術の練習基本技術に続いてさらに高度な技術や 応用戦術の練習が行われます対人稽古組手実際に相手と向かい合い攻防を行う稽古技術の実践的な応用と実践における判断力や対応力を養います双術の稽古は単に技術を学ぶだけでなく武道としての精神性礼儀敬意を身につけることも目指しています現代における双術の稽古は古武道の一環としてまた 日本の武道文化を体現する手段として、体だけでなく心の鍛錬にも重点を置いています。